1797年1月31日、オーストリアで誕生。12番目の子供として生まれる。1804年音楽の基礎教育を受ける。1808年、宮廷礼拝堂の少年聖歌隊員に採用される。帝室王立寄宿制学校に入学。1810年初期の作品、ピアノ連弾幻想曲 D1 を作曲。1815年、ノバラ、魔王作曲。1817年、ガニメート交響曲第6番、波長調などを作曲。1818年、ウィーン中心部に拠点を置く。1819年、羊飼いの嘆きの歌が公開演奏される。同年、ピアノ五重奏曲、マスを作曲。1821年、魔王と糸を紡ぐグレートヒエン出版、歌曲王としての地位を確立する。1822年、サスライジン幻想曲を出版。今度は器楽曲の分野でも有名になる。1823年体調を崩し入院。1827年歌曲集、冬の歌を作曲。1828年交響曲第8番、グレート作曲。同年、帰らぬ人となりました。モーツァルト、ベートーベンを尊敬していた。彼は誰？